やばい、このままじゃ自動販売機が危ない。あれあれ、なんだ、体が動かない。俺は自動販売機になっている。素晴らしい、どこをどう取っても紛れもなく自動販売機だ。値段設定も良心的で申し分ない。死んで自販機に転生って最悪ではないな。大好きだったものに生まれ変われるなんて、これはもしや神。いらっしゃいませ、ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。当たりが出たらもう一本。試しにポイントを10消費して冷たいミルクティーと交換してみるか。おお、1日で24ポイントの消費か。つまり1日2400円は稼がないといけないってことか。そもそもここ客が来るのか。